佐世保、ビッグマンにて撮影佐世保、ログキットにて撮影東京公演時、ザッツバーガーカフェにて撮影佐世保バーガーとは、長崎県佐世保市名物の手作りハンバーガーの総称。いわゆるご当地グルメの一種。一つの決まったスタイルのハンバーガーを指して、言うのでなく、佐世保市内の店で提供される、手作りで注文に応じて作り始める、こだわりのハンバーガーの総称である。 佐世保には1889年に大日本帝国海軍の佐世保ュフ、1903年に海軍交渉が置かれて都市化したが、1945年6月28日深夜からの佐世保大空襲で焦土と化した。占領期に入ると佐世保にも新中軍が展開し、旧日本軍施設に米海軍が新中した。すると、米軍属相手にした飲食店、 バーキャバレーが佐世保市内に現れた。そして佐世保が朝鮮特事による後景気に湧いた1950年頃米海軍関係者よりハンバーガーのレシピを教わり佐世保におけるハンバーガーの歴史が始まったとされる。なお初めて佐世保で手作りハンバーガーを作った店がどこなのかは不明。近況1999年横須賀市で行われた 旧軍港4市による交流物産会で各都市から郷土料理の店を出店することになり市内のハンバーガー店が出店横須賀市民には佐世保での勤務経験を持つ会場自衛隊員が多かったため隊員たちが懐かしいと予想以上の人気を集めた。このことが地元の町づくり関係者の間で話題になり郷土料理として見直しが進んでいく。 2001年、佐世保市の市政100周年プレ事業の一環として地域、おこし事業を行う際、先のイベントで成功した佐世保のハンバーガーも PR。取材やイベントで佐世保を訪れたマスコミ関係者や芸能人の中で話題となっていった。2003年5月3日、佐世保で修行した吉村博士が東京都中野区にザッツバーガーカフェの野号で、 サセボバーガーショップを開店。サセボにあったハンバーガーをサセボバーガーと名付け東京に広めた。2004年廃止された再開アメリカンフェスティバルに代わってサセボバーガーフェスティバルが開催された。これによりサセボの公的な機関もサセボバーガーという故障を用いるようになった。2005年2月ララポート東京米にあるフードテーマパーク。 東京パン屋ストリート内にビッグマンの直営店が開店したことによりますますマスコミが取り上げる機会が増えブームに拍車がかかる。今日では市内に25店舗の認定店を含め多くの店舗でハンバーガーが出されており全国各地から観光客が訪れている。2006年にはトヨタ自動車のラクティスの CM で使用され佐世保のログキットでロッケが行われた。 2019年6月14日、佐世保市内の事業者による団体、佐世保バーガー事業共同組合の申請により、佐世保バーガーが地域団体商標に登録。2007年1月に佐世保バーガー認定制度が創設された。佐世保市の保健福祉部や旅行業界関係者などが、独自性、主体性、信頼性、地産地消、手作りなどの項目を基準に審査し、 合格した佐世保市内の店舗に限り、佐世保バーガー認定店としている。認定店舗は、店の前に佐世保バーガーボーイのイラストが入った認定証を設置しているので確認することができる。しかし、佐世保市外のハンバーガーに対しての拘束力はなく、全国には認定店ではない、佐世保バーガーを名乗る業者が多い。そんな中で、佐世保市外でも佐世保市が、 サセボバーガーと認定するサセボ市出身者は、サセボバーガー観光大使に任命している。2019年6月14日、サセボ市内の事業者による団体、サセボバーガー事業共同組合の申請により、サセボバーガーが地域団体商標に登録。組合には2019年7月現在24、事業者32店舗が加盟しており、1年以上、サセボ市内に、 店舗や工場があるなどの加盟条件がある。地域団体商標は、組合加盟店の中で、手作り、バンズパテ、野菜、ソースを入れるなどの基準をもとに、今後は認定員などを統一し、差別化を図る予定がある。2003年、佐世保氏が柳瀬隆氏に、アンパンマンに登場するハンバーガーキットをイメージキャラクターに使用したいと依頼した。これに、柳瀬は、 どうせならば、新規のキャラクターをということで新たに水平服を着た、ハンバーガー人間のデザインを起こした。2004年の、佐世保バーガーフェスティバルで名前を募集したところ、佐世保地方の方言で、ハンバーガーを、頂戴という意味の、佐世保バーガーバーが選ばれて発表された。しかしその後の全国展開の際に、方言由来のバーが分かりにくいとして、 サセボバーガーボーイに変更されることとなったが、サセボバーガーバーも愛称として併記されている。2006年6月には、柳瀬隆がデザインした女の子のキャラクターを、サセボのボコジャンも登場した。2005年2月、柳瀬隆が作詞し、平井沙尾が歌う、サセボバーガーソングが発売された。サセボでは、ストラップやピンバッジと共に販売されている。 2018年春、佐世保地方創生プロジェクトチームと、旧日本海軍の艦艇などを擬人化した、シミュレーションゲーム、艦隊コレクション艦これからのコラボ企画、艦これ、佐世保チンジュフ巡りに、市内の提供店舗が協力し、コラボメニュー購入者へのコラボステッカーやコースターの提供、抽選によるポスターのプレゼント企画などが行われた。 光ビッグマンログキットラッキーズ2007年10月時点では JR 佐世保駅構内の案内書で入手できる佐世保バーガーマップ市が一番への掲載店舗数が14このうち22時まで営業している店舗数は624時まで営業する店舗も3件を数えた佐世保駅から3が町アーケードの出口およびその周辺にかけて多くの店舗が広がっているありがとうございます